噴水前におきましてはミテラビューが設置しております。まず、ありがとうございました。チラシでメンバーいます。そのメンバーによって、でも僕も一つ聞きたいのが、下田兼樹という関西シティのバンド、これはかなり下田兼樹さんはノルミュージシャンなので、僕は気に入ってます。あと、そしてトランボみたいなやつです。ありがとうございます。1、2年は来てないですが、米軍のあのビッグバンドがやっぱ来ますので、本場のジャズを聴きに彼らが出る時には来ます。本場のジャズも聴くし、高校生のアマチュアも聴くっていう、はい、そうですね。そうです、もう比べて、でも高校生のプロになって活躍してほしいっていうことですね。その活躍するときに私が生きていればまた楽しみに聞きに行きたい、どこでも聞きに行きたいと思いますね。一不安としてね。そうですね。ホーム店さんもライブの会場になってるみたいです。おー、結構な人ですね。美味しかったですよ。うまい。もう演奏終わったんですか。あの、これからこれから行きます。はい、そうです。どうぞ持ってください。日本長いよろしくで長いです。今横須賀に住んでいる。あ、そうですか。趣味です。あ、趣味で。普段は何されてますか。普段にあの神奈川歯科大学先生ですか。そうです。英語です。楽器はアメリカ、アメリカです。国は何の国はアメリカですか。あ、私のそうです、アメリカです。カンザス州。あ、 I'm from Kansas. I'm a cowboy. 発音いいです。じゃあカンザス時代から楽器はやってます。カンザスシティはジャズの歴史はあの、結構あります。30年代カウント・ベイシー。はい、はい。じゃあもうちっちゃい頃から楽器は。私は10歳から。10歳。When I was 10 years old, I began playing the clarinet. 日本のプレイヤーとかはどうですか。あ、もちろんあの鈴懸の道の、
名前は 何でしたか、覚えてないですけど、知ってますか、そういう、あれは50年代くらい、はい、お膳も食べたところで、 ありがとうございます。今のが鈴懸の、鈴懸の道、ああ、毎年この通りでやってるんです。賑やかですよね。そうですね、この通りは屋根があって、それでもいいですよね。どうですか、毎年雰囲気っていうのはどんな感じなんですか。いいじゃないですか、ね、楽しいし、そうですね、この阿佐ヶ谷の街全体で盛り上げてる感じがあるんですけど、そうね、皆さんいろいろやってる、皆さんやってるからね。どうですか、ジャズは聴きますか。あんまりこういう曲は割と分かるわよね、今から。本式のは分からない。どうですか、印象としては。歴史っていうの、はい、こういうのは割とね、馴染みっぽいけど、はい、よく分かんない。僕はジャズのとこ行くよりも、はい、結構ソウルとかそういうのやってほしいっちゃう、うん、あとは例えばねじめさんの喋りで後ろば、うん、太鼓とかベースでやってるなんかライブみたいなとか、うん、ジャズはなんか毎週土曜日じゃない、土曜日やってるとことかあるから、あそこに見に行ってる、うん、そこに行ったりとか。ご商売には影響はありますか、このジャズのイベントで。全然ない、全然ない、お客さん増えたりは全然ないないんですか、うん、だけどだから今ここでトーン記号の形してるソーセージ売ってるけど、うん、それはたまたまジャズストリートが始まってそれより前からトーン記号のソーセージは売ってたんだけど、うん、でじゃあジャズストリートに合わせようか、うんうん、で、うん、たまたまハマっちゃっただけであって、うんうん、トーン記号のソーセージは売ってる、うん、これは売れ行きは、うん、ぼち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 お味はいかがですか。美味しいです。トーン記号って分かりました。分かりました。 ありがとうございます。今日はどちらからお越しになりますか。板橋から来ました。板橋から、はい、このイベントには毎年参加されてるんですか。結構来てます。はい、今年はどうですか。今年のあいにくの雨なのですごい残念なんですけど。例年はどんな感じなんですか。去年とかはあのパレードで回ってる力士のバンドについてずっと回ったりとかして、はい、毎年楽しんでます。普段はジャズは聴かれるんですか。はい、大好きです。あ、いいですか、はい、ジャズの他には何か音楽は聴いてますか。ジャズとか、ジャズもすごい古いディキシーとかが好きなんですけど、あとは昔のディスコソングとかも好き。昨日もカラオケで歌ってました。ご自身がジャズをやられたっていう経験とかは。独身の頃に、20代前半の頃にディキシーのジャズバンド来るんですけど、今あの昔流行ってたジャズが今高校生とかがやったりしてるじゃないですか。そういうのはどうですかね。すごい嬉しいです。あ、なんか改めて逆に流行ってるっていう感じが今あるんですけど。ありますよね。ジャズが好きとか言うと結構おじさん臭いとかって思われがちなんですけど、でも若い人たちのコミュニケーションにもなるのですごく嬉しいです。そうですね。